Mais vraiment, ils sont tous les deux. Ça, je lui ai posé une chambre.暑くないですね、暑くない、そんなでも暑い感じ。でもすごいね、ヨコちゃん久しぶりですね。だから用事はないと近くても来ないので。半年ぶり。いや、前にさんって綺麗ですね。皆さんなんてもう住んでるから観光なんてしないですよね、エキスは。前からいました、この方。そうでした。あれ住んでた時全然気にしたことなかったです。1年も住んでたのに全く知らなかった。えみちゃん、ボンジュー。どこに行くんでしょうか。はい、今日は、こちら、エクスポーツの街にやってきます。はい。今日は皆さん、よろしくお願いします。皆さん、テイク2です。テイク2ですか。今、始めたらお願い、よろしくお願いしますみたいな。English? Yes. Sit down, please. Sit down, please. Yes. Yes. 可愛い、この店も。ねえ。あ、ちょい。なんか音楽聞こえますね。ね、アコーディオン。そうです。こんなところにちっちゃい映画館もあるみたいな。ああ、そうなの。入ったことある。なんか店内かわいいですね。手取ろうかな。何このお店、初めて見た。かわいいですよね。チャリスをセザンヌ。セザンヌ。美味しそう、トマト。大きいトマト。あ、プルーンも美味しそう。本当ですね、美味しそう。
終わっちゃいましたね。まあ次回しますか。これ先座るという感じですか？あ、注文は後なんですか？グラスはないですね。ごめんなさい、なんか期待させちゃいましたね。レモネードかなんか飲みますか、ね、あ、いいですね、そうします。冷たいのみたいです。じゃあゆくちゃんはレモネードで、はい、私はオレンジ先生飲もうかな。エミさんがとうとうオーダー来るのにしびれを切らして注文しに行きました。ありがとうございます。注文取りに来てくれないから自分で取りに行く。それも言いました。エミさん痺れて自分で注文に行きました。はい、行ってらっしゃい。ヨコです。エミです。プロバンペようこそ。初めてやってました。暑かったですね。暑いっぱい書いて今冷房の効いたサロンの手に来ております。ショコラチューの老舗ですね。はい、注文を取りに来てもらえるはずですが、かなり待っております。その合間に撮影をしております。じゃあ後ほど。まずあれですよ、2人の用意。ヨコちゃんから。結果リモネードとオレンジソースです。プレスですね。はい、はい、いただきます。いただきます。Si jamais rien n'efface les rêves ou la violence, ah oui, ça vous glace.Et c'est pour ça qu'on chante. Donnez-moi des cheveux et que vienne la pluie. On ne mettra jamais que j'ai déjà gagné de nouveaux amis. Et à mes bas dans la boîte, maman, je l'ai fait pour ça.Merci beaucoup. Merci pour vos dons.
よく家族と食べに来たんですよ。はい、ここエミさんおすすめのお店です。予約してないですけど、入れるかと聞いてみます。そうですね、行ってみましょう。こういう地元密着方、いいな、大好き。おいしそう。どうしよう。あ、そうですね。おいしそう。あ、すごい混んでる。あ、いい雰囲気じゃないですか。大好きな雰囲気。いただきます。いただきます。うん、柔らかそうですよ。アポはなってます？アポはなって、なんかちょっとなってますね。柔らかい、うん、おいしそう。このあ、何が何だろう。キワレストランアジアティック。へえ、ポケボール的なもの。あ、でもちゃんと寿司やってる。何でも屋さん。すごい。あれ、さっき来たとこですよね。あれ、ワインショップその辺じゃなかったですか？違いましたね。さっきの向こうから。向こうですか。すごい、今、お昼時。してきた。そうだ、ここですね。今日来る予定の食べたかったですね。バカンスが結構長いね。バカンス残念。エミさん到着しました。さて、ここは大聖堂です。結構歩いたんでちょっと疲れてます。よいしょ。
本当ですね。すごいな。何が有名な方が亡くなられたとか、お花がいっぱい。ああ、だからのお花ですか。座ってます。お祈り中で失礼します。気持ちいいです。天井ガラスも失礼します。エミさん、これ何ですかね。なんか今ガイドツアー座ってますね。ガイドツアー座ってます。30分ぐらい、ここ全体の大聖堂の見学が時間見られてる。これ次回にしましょう、エミさん。30分、ね、今度また来たい。今度近いんでまた、うん、次回にします。
これなんだろう、ブティック。生々しい、なんか書いてますね。旅と、うわ、首持ってる。うわ、なんだろう。うわ、なんかみんな首持ってる。なんだろう。すごいですね。深い歴史があるんだと思うんだけど。じゃあ先にバニーストップ行ってから帰りましょうか。
いじゃないですか。人通りもそんな多くないし。かわいい。ワインショップ。綺麗なワインショップ。今度と見に行きます。なんかおしゃれ。あ、なんかエミさん飲めそうですよ。できすぎできますね。エミさんの飲みたかてのワインです。ワインを飲むために。シャトルブレットですよ今日は。あ、本当だ。よかったですねエミさん。ようやく飲めますよ。なんか新しいワイン。エミさん、ここも行きたいんですよ、ここのワイナリー。エミさんは今、バンヌナチュールでハマっています。最近行ったここのワイナリーを飲んで感動して、そこからハマっております。なので今日はエミさんのバンヌナチュール探しの旅にお付き合い中です。これ乗りたいよね、皆さん。これ、これ乗りましょう。これどこ行くんですか？これ、ね、多分10分ぐらいですよね。いやいや、もっとかかるよ。あ、じゃあやめましょう。じゃあやめましょう。エミさんと来週、再来週ですかね。そうですね、9月半ばにまた2人で回る予定を立てておっておりますが、今回はバスですね。そうですね、バスの旅に。 X の観光案内所でいただいたガイドによると、バスのマークがついてる、ほら、うん、こんな感じ、あんまりないですけど、うん、こういうところはバスで、アクセスできるということなので、うん、今回私たちは車なしの旅をチャレンジするんですね。そうですね、皆様に参考になるようにちょっとバスで挑戦してみたいと思います。いや、このミストラルが気持ちいい。ミストラルが、あの10カ国の国がいますね。マオイ、これわかんない国もいっぱい。すごいですね、どこが楽しかった。